24が欠けるねこんばんは <laughs> 広島県出身二十三歳のふっぴこと地元ゆかですこんばんはありがとうございます とあ SKE のアバターの方お疲れギフトありがとうございますブルドッグのアバターの方、えー、桜の花びらギフトありがとうございます今日はですねえー、えー、だっけ今日は幕張メッセの方で今日もトーク会がありましたありがとうございました来てくださった人 私のアバターの方かわいいギフトありがとうございます男の子のアバターの方2周年おめギフトありがとうございます草の特ー会5月1日8部取ってみえもうそれは好きがあふれますすごく <laughs> あ犬のアバターの方ハートギフトありがとうございます犬のアバターの方綺麗だよギフトありがとうございますそう冬日なんですけどん冬日なんですけどって日本語がおかしい。 月日なんですけどえーと昨日と a、えー、今日幕張メッセの方でトーク会がありまして来てくださった人すごくありがとうございましたはい昨日はねあ久しぶりに会場大事幸せでした私もですね私の犬のバターの方ハートギフトありがとうございますそう昨日はお誕生日で,ですね、えー 生誕 T シャツを着てトーク会をしまして <laughs> あ私の犬のアバターの方ハートギフトありがとうございます私のアバターの方卵ギフトありがとうございます私の犬のアバターの方ハート100個ありがとうハート100個好きはいまあそんな感じなんですけどえー、何が言いたいかというと昨日はね昨日はえっ、ー、とー そう、生誕 T シャツを着てやって今日は実はねあの着る服をねファンの方に公表してなかったんですよ何,何を着るかなんかショールームで決めてなくてそう、決めてなかったんですよねそう決めてなくってねそう決めてなくってね 決めてなくってね。実はね、今日はね。ね私のアバターの方、桜ギフトありがとうございます。ゆっちのアバターの方、オレンジのハートありがとうございます。そう、決めてなくってね。あの、そうなんですよ。 内緒にしてたんですけど実は今日はね23歳になったんですけど23歳一発目今日の特価の服はあの制服を着たんですよ <laughs> 冬服の制服を着たんですけど今日はシークレットだったので制服を着ましたそれで7部と9部はそのまま冬服を着たんですけど8部ね間,の間はねあのちょっと一足先に半袖のねあの半袖の夏服を あの来ました。<laughs> でもそれは SNS とかメールとかには送らないってファンの人と約束してそれはもう会場に来てくださった人だけの特権ということで皆さんには冬服をね見せるんですけど夏はま内緒ということで <laughs> ありがとうございました。 ブルドッグのアバターの、パグかなブルドッグのアバターの方、クラッカーギフトありがとうございます。SK のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。現地でおーっと声が出ました。ありがとう。ワニのアバターの方、えー、ダルマギフトありがとうございます。そうなんですよ。 まあ見たい方もいると思うんですけどこれはまあ来てくださった方だけのねそう来てくださった方もねなんかこう中には記録に残るようにメールには送ってくれるって言ったんだけど「いや今日は秘密だから目で目で保存しといて」って言いました「目と心で保存しといて」って言ったのでね「目と心で保存しといてください」<laughs>。こんばんは今日は初トークあり,がたえありがとうございました。すごしたすすく楽しかったです 私のアバターの方ハートギフトありがとう SK のアバターの方すごい SK の卵なのかな SK e の卵ありがとうございます私のアバターの方ハートありがとうございますいやそうなんですよ <laughs> なのでまたねそういう楽しみ方もあるので是非ね楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますやっぱりね部が遅いとねやっぱなかなかねあ ハート百個突破ありがとうございます受け取りました。あ制服姿見れて役得でしたありがとうございます。四月二十五日ワンループ分足しました,あ,あ,したありがとうございます。 っちのアバターの方、だるまギフトありがとう。私のアバターの方、ハートありがとう。虎のアバターの方、えー、お花ギフトありがとうございます。こんばんは、今日も影、ですね、影開けでしたね。ありがとうございました。なんかこう、待ってくださる人がいるっていうのはすごく私にとって嬉しいことでした。ありがとうございます。私のアバターの方、ハートありがとうございます。お誕生日おめでとうありがとう。 お魚を食べて元気をいいして愛知行きます。お願いします。私のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。SK のハートギフトもありがとうございます。藤本さん、ショールーム頑張ってるから押します。ありがとうございます。頑張ります、これからも。緑の、えっ、ー、と、緑の髪型のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。ハチャメたかわありがとうございます。 そうなんですよねやっぱ遅い遅い分しかねなんかこう多分年が年齢が上だからっていうのもあると思うんだけどきっとなんかすごいいつも89とか789とかその遅い部にしかならないのですごい、ね、特に9とかはねみんな明日のこともあるからね帰っちゃうんですよね本当にねだからねちょっとね <laughs> そうだからちょっと頑張りたいしなんか。 ね、頑張りますね。ありがとう。でも。<laughs> お花のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。里川さんのアバターの方、桜ギフトありがとうございます。そうなんですよ。あ、今日初めましてでした。ありがとうございました。ありがとう。すごくすごく楽しかったですけど、でもすごい。ファンの人とお話しするのはすごい。楽しいし、本当になんだろうね。 もう感謝にしかなかったです4月6日劇場公演当選しましたあぜひね待ってます頑張るので来てくださいラブリーさんのお誕生日祭え生誕祭ですね徳とさんのアバターの方たくさん桜ありがとうございます <laughs> 私のアバターの方オンプギフトありがとうございます関東なら9分までいられますけど愛知だと7分そうだよねそうだからもっと もっと私が部を増やしてもっとお昼ごろからいられるようなメンバーになれるようにちょっと頑張っていきますのでねよろしくお願いします、まあ、その中でもあの遅くまで残ってくださっている方とか最後バイバイする時まで残ってくださっている方とかいてすごく <laughs> 嬉しかったです非常にありがとう私のバターの方タコのギフトありがとうございます しかかもも昨日日は本当にお誕生日っていいうこともあってすごいねなんか最近では考えられないぐらいの人層がちょっとずらっと並んでくださってすすごい嬉しかったですね非常に <laughs> そう非常に嬉しくて幸せな気持ちになってこの景色を毎回続けたいなって思ったからなんか誕生日の日に初めての人もいたからちょっとでもそれで楽しいなって思ってもらえてたら。 本望です嬉しいです私のアバターの方桜くらギフトありがとうございますお誕生日おめでとうありがとうございますたくさんそんな感じですねそうなんですよ昨日も今日もねありまして関東はもうこれで終わりなのかなこの 今回のシングルではまた次は愛知スカイキスポさんにいつもお世話になっている愛知スカイキスポさんにまたお邪魔させてもらうのでよろしくお願いします私のアバターの方オレンジのハートギフトありがとうございます5月の1でまた行きます待ってます7分だけだけ大肉で待ってます2425分の発売12日そうなんですあとちょっとなんです,っとなんです待っています 私のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。あ、名古屋も行かなきゃありがとうございます。男のアバターの方、うんと、なんだっけ、卵ギフトありがとうございます。皆さん来てくださった方はどうですかね。楽,楽しんでいただけましたでしょうかね。昨日とか今日とか初めて話した人とか、まあ、いつも話しに来てくださる方とか。 どうですかねでも初めての方がね「フィッピーかショールームで思ってたよりも意外ともっとテンション高いんだね」って言われたショールームの時も明るいけどなんか現実だともっと明る,い明るくなるんだねって結構言われたからそうなんだって思いました <laughs> ユッチのアバターの方桜ギフトありがとうございます私のアバターの方ハートギフトありがとうございます私のアバターの方お花ギフトありがとうございます スカイエキスポで会えるの楽しみにしています。私も楽しみにしています。5月はゴールデンウィークと2ヶ月の振り、2月の振り返ります。ありがとうございます。あ楽しかった。ありがとう。お話し会楽しかったです。また行きます。ありがとうございます。あえて楽しかった。ありがとう。それは嬉しいですね。楽しいって思ってたら、嬉しいです。 愛知は行くくのでよろしく分かりましたあ。いつも以上に楽しかっただってありがとうございます。さあまあまた言う <laughs> ふっぴの言葉と笑顔に心が温かくなりました。好き度が上がります。ありがとう今日もすごい優しく言ってくれたね。ありがとう。実際に会うとアイドルオーラを感じます。ありがとう。ごめんなさい昨日はいけない。5月1日に会いに行く。分かりました。待っています。5月の1と2。知り合いのファンの子もハイテンションで。あこの方で、ね、んか。 ね、名前ね「よろしく」って言ってたよってお友達にね言われたよリーガありがとう一方的にショールームを見てる <laughs> いやありがとうございますそのね今日でも実際に来てくださってすごい嬉しかったですよ一方的でもね一回でも会いに来てもらえたらすごく私的にはね嬉しかった その事実が知れたことがすごく嬉しかったです私はありがとうございます非常にありがとうございます <coughs> そうなんです ゆうかさん実際に会うと細くてスタイルの良さに見とれてしまう <laughs> いやんそれもないんですありがとうお洋服かわいいありがとうそうだから今日ねお昼にショールームした時にこの服でショールームしてたからこれで来るのかと思ったってねすごいファンの人に言われてね違いましたって言いました誕生日に特会があってかっいや本当にね本当にそう思いました心から